皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは付き合ってはいけない人を見極めるということについてお伝えしていきたいと思います。人付き合いっていうのはですね、まあ皆さんも経験上あると思うんですけれども、いろいろと難しい部分はあると思うんですよね。で、割とそうですね、誰にも好かれたいと思う八方美人型の方っていうのは、やはりこう本当はその人が付き合ってしまってはいけない人と付き合ってしまって最後痛い目を見るとかっていうこともあったりするんですよね。で、じゃあ付き合ってはいけない人っていうのは、まあどうやって見極めるのかっていう話なんですけれども、まあ例えばですね、その方がですね、本質を隠して上手に上辺を取り繕って下心を持って近づいてくるケースがあります。まあそれが本人の意識あるないしは別としてですよ。で、そういう時にですね、まあどういうふうに考えるのっていうところで言うとですね、まあ最終的にはですね、まあ、直感でもいいのかなって思うぐらいの部分はあるんですが、そういったタイプの人って何か共通している部分があってですね、目を見つめた時にですね、目をそらすというか、あまりこう直視をしないタイプの人が多いですね。はい、要は意識してるしてないにかかわらず、若干こう自分が意に反した動きをしているような時って、やっぱ嘘をついているっていうような感覚がどうもあるようで、そういう場合に人にね、見つめられるとね、目をそらしたくなるみたいなところもあるんですよ。まあ見つめ方にもよるんだとは思うんですけれどもね。だからそういう方っていうのは良い運じゃなくて、逆に悪い運をちゃんと運んできてくれるので、丁重にですね、その場から上手に消えていくっていうのが、まあそういった方との正しい付き合い方なんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。で、大体ですね、人間の直感っていうのは合ってることが多いです。で、私もまあたくさんの人と会ってきて、それで第一印象で大体見分けられるようにはなったんですけれども、その目を磨いたのはものすごい人数の人と接客上もちろん会っていたし、友人知人付き合いでもたくさん会ったから、それが分かるようにはなったんですけれどもね。だからまあもちろん付き合って、あ、こういうことがあるのかって学習するのも大事なんですけれども、誰かで構わずいい顔をしようとすると、そういう人を陥れたい人がちゃんと寄ってくることになってるので、そのあたりはね、少し注意した方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。ですから、まあ要は自分に正直に生きるっていうことですね。自分に正直に生きてる人、正直に生きてない人は近寄りにくくなります。だから、そういう人は結果的に寄ってこないことにはなるので、自分が自分に嘘をついていると、やはりその嘘を嗅ぎ分けてですね、この人いけそうみたいな感じで同類とか思って近寄ってくる人がいるので、やはり、まあ、分かりやすいのは自分が正直に生きることなのかなっていうふうに思ったりとかしています。ただ、まあ案外こういう時には自分の直感信じていいと思っているので、そんな話も参考にしてみてください。それでは。